海上自衛隊の護衛艦いずもが、米軍との共同訓練で、顕著な性能を披露したことをお届けします。今回の訓練には、イージス護衛艦ハグロと有明も参加し、海中では、確実に潜水艦が活動している状況ですよね。おそらくは、鴎竜潜水艦が、その役割を担っているでしょう。F-35B 戦闘機のクロスデッキ訓練については、まだ実施されていない可能性はまだですが、やっぱり見たいよね。海自護衛艦最強空母打撃群のインド洋での様子を見ていきます。去る2024年6月17日に、海上自衛隊の護衛艦隊は、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦であるいずもが、アメリカ軍との合同軍事演習を行ったとして、その時の写真を一般に公開し、演習の模様の一部を伝えた。海上自衛隊側が公開を行った写真には、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦、いずもの上を飛行するアメリカ空軍の戦略爆撃機である B-1 ランサー等の航空機が収めれており、かつ、海上には、アメリカ海軍のイージス艦も映り込んでいる。アメリカ空軍の戦略爆撃機 B-1 ランサーは、近年では、北朝鮮による軍事的な挑発が行われるたびに、その存在がアピールされる機体で、朝鮮半島有事の際には、強力な航空火力支援を行う位置づけで運用されている。今回、こうした役割を担うアメリカ空軍の戦略爆撃機 B-1 ランサーといずも型ヘリコプター搭載護衛艦の1番艦いずもが、同じ写真のフレーム内に収められたのは、IPD-24 令和6年度インド太平洋方面派遣の活動の一コマである。IPD-24 令和6年度インド太平洋方面派遣とはくしくも、その名称が示す通り、インド太平洋地域におけるアメリカを中心としたその同盟国や友好国の軍との合同軍事演習を行う取り組みで、今年2024年で8度目の実施を迎えたものだ。海上自衛隊においては、同隊の公式ホームページ上に、今回の IPD-24 令和6年度インド太平洋方面派遣の意義について説明する文章を掲載しており、それを噛み砕いて伝えるとすれば、以下のようなものとなるだろう。今回の IPD-24 令和6年度インド太平洋方面派遣は、インド太平洋地域の各国の海軍等との合同軍事演習を通じ、その戦術的な技量の向上と同時に、参加各国海軍等との相互の理解、信頼関係及び連携の強化により、地域の平和と安定に寄与する目的を持つものである。この内容には、直接的に、その仮想敵国となる国や軍の名指しは避けられているが、インド太平洋地域の平和と安定という定義からは、東シナ海や南シナ海において、国際法等の定めを無視し、自国の勢力の拡張を進める中国を念頭に置いていることは明白だろう。海上自衛隊の公式ホームページ上の IPD-24 令和6年度インド太平洋方面派遣の実施期間には、令和6年2024年5月3日近から12月15日日までのおよそ7ヶ月強の長丁場となることが明記されており、その期間内で複数の様々な参加国との合同軍事演習が予定されている。そこには海上自衛隊が訪問を予定している国と地域にアメリカ、インド、オーストラリア、キリバス、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、フランス、フィリピン、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦が挙げられている。そして、これらの国々の海軍を中心とする部隊と海上自衛隊の参加部隊とは、この7ヶ月強の期間の中で、総数で8回以上にも及ぶ様々な組み合わせの、様々な内容の合同軍事演習を予定しており、かなりのハードスケジュールであることが見て取れる。これら8つの合同軍事演習としては、まず、マララ24があり、これは、ポリネシアに駐留するフランス軍が主催するもので、人道支援、災害救援、HADR を中心とした多国間での訓練であり、5月27日月から6月8日月までの日程で実施された。このマララ24には、インド太平洋地域の国々を中心に、総勢22カ国が参加し、同地域において今後想定される、様々な危機や不測の事態への対処を想定、
それらへの総合的な対応力を向上させることを基としたものと説明されている。ここには、海上自衛隊からは、大隅型輸送艦の3番艦である、国崎と、エル客の2隻が参加しており、ことに、後者は、タヒチの海外への上陸を行うなどの訓練を実施、人道支援、災害救援、HADR の実践的な内容をシミュレートしたものと思われる。続いて、ガリムパック2024であり、これは、アメリカ海軍が主催する多国間での合同軍事演習であり、同海軍によれば、6月27日から8月1日までの期間にわたり、ハワイ諸島及びその周辺の海空域での実施が予定されている。今回のリムパック2024は、環太平洋合同演習と言われるだけあって長期間、大規模であり、参加国の総数は約29カ国に上り、およそ40隻の水上艦、3隻の潜水艦、14カ国の陸軍、およそ150機超の航空機、人員は2万5000名以上の参加が見込まれている。これ以後も、今回の IPD24 令和6年度インド太平洋方面派遣は、トンガでの国際艦艦式、日本、アメリカ、オーストラリア、韓国、カナダ、ニュージーランド、イタリアによるパシフィック、ドラゴン2024があり、その内容としては、ミサイル警戒演習が予定されている。さらに、日本、アメリカ、オーストラリア、韓国、カナダは、パシフィック、ヴァンガード2024も予定。オーストラリア海軍主催の多国間共同訓練であるカカデイ2024、パシフィックパートナーシップ2024、日本、アメリカ、インド、オーストラリアによるマラバー2024も続く。これだけの合同軍事演習が予定されている、今回の IPD24 令和6年度インド太平洋方面派遣であるため、海上自衛隊も多数の部隊とその装備、人員を派遣することとしており、その参加部隊は、以下の編成となっている。まず、第1水上部隊として、総海隊軍司令の池内海将補が、前述した大隅型輸送艦3番艦の国崎及びエル客2隻を率い、続く第2水上部隊は、第3護衛隊軍司令の横田海将補が、村雨型汎用護衛艦の9番艦有明、マヤ型ミサイル護衛艦の2番艦羽黒、出雲型ヘリコプター護衛艦の1番艦出雲を率いる。次に、第3水上部隊ハモが、美型護衛艦の3番艦の城の艦長である堀二等海佐が率い、第4水上部隊は、出雲型ヘリコプター護衛艦の2番艦加賀の艦長、竹内一等海佐が率い、ここに、出雲型ヘリコプター護衛艦は、2隻とも投入されていることがわかる。続く第1航空部隊は、第12飛行隊長である川端二等海佐が、B1 哨戒機1機を率い、第2航空部隊は、第511飛行隊長である、高谷東海佐が、B1 哨戒機1機を率い、この2つの部隊で参加する海上自衛隊の対潜哨戒能力を担う。そして、潜水艦部隊は、その潜水艦という、兵器の特性上、参加する艦艇名や隻数は明かされておらず秘匿されているが、複数隻が参加している模様で、最後に、派遣特別警備小隊が、参加部隊として名を連ねている。ここまで記述してきたように、今回の IPD24 令和6年度インド太平洋方面派遣には、海上自衛隊としては、主力艦として出雲型ヘリコプター護衛艦の出雲加賀の両方。イージス艦としては、最新のマヤ型ミサイル護衛艦の2番艦ハグロ、そして、最新鋭の水上戦闘艦タルモが、美型の3番艦の城が参加している。この布陣だけを考えても、いかに海上自衛隊、ひいては、現日本政府が、今回の IPD24 令和6年度インド太平洋方面派遣を重要視しているのかが伝わってくるように、個人的には思えるのだが、それだけ日本の置かれた安全保障環境が悪化していることの証左でもあろう。ご存知のように、出雲型ヘリコプター護衛艦の2隻、出雲と加賀は、共に、第1回目の航空母艦化改修工事を終えており、今後は、2度目の改修工事を行って、最終的には、2027年度中に航空母艦化が完了すると見込まれている。
出雲型ヘリコプター護衛艦は、航空母艦化改修によって、短距離離陸、垂直着陸が可能なロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることが可能となるが、これについては、日本国内でも、否定的な声が聞かれる。そもそも、論として、日本が航空母艦を保有するなど、憲法違反だというような左派の意見は置いておくとしても、日本の軍備の増強には賛成ながら、出雲型ヘリコプター護衛艦を航空母艦化しても、大した戦力にならないとの批判も散見される。これは、出雲型ヘリコプター護衛艦が航空母艦化改修工事を終えても、その艦内に、収容可能な F-35 ライトニング 2B 型の数は、10機前後に止まるため、中国海軍が、運用中の既存の3隻の航空母艦に対しても対抗手段足りえないという意見だが、個人的には、こうした航空母艦同士の対決など端から想定されてはいないと思える。